番組の場合、真ん中に立ち上がりをしっかり出すと、シャープで男らしい印象になるので、真ん中のラインをしっかり立ち上げていきます。正面から見た時に両サイドが引き締まるように、タイトに押さえて前髪の真ん中をふわっと立ち上げていきます。この時に両サイドの前髪を、手先を軽くほぐして少し束っぽくさせることによって、ヘアスタイル全体の、立体感が出るのと軽さを出せるので両サイド手先をほぐしていきます。はい、バックのスタイリングが、バック後頭部の、トップにボリュームを出して襟足は耳たぶから下あたりの部分を首に沿わせるようにタイトに押さえていきます。襟足を押さえることによって、後頭部に丸みが生まれてサイドシルエットがより綺麗に際立ってくれるので襟足を押さえて、トップにボリュームを出していきます。それでは、スタイルのポイントを解説していきます。全体的にドライ質感で、柔らかさを出しつつ、ナチュラルかつ動きのあるスタイリングでポイントで、羽感を出してシャープで男らしい印象になります。一番のポイントは前髪で、上げも下ろしもできるツーウェイなアップバングスタイルになっているので、社会人の方も学生の方も挑戦していただける、万能な